ペルー海流。ペルー海流とは、南アメリカ大陸の西岸に沿って北上する海流で、沿岸よりと沖合の2条の流体に区分される。環流で大気を冷却し、その結果海水が蒸発しないため雲ができにくく、降雨がなくなるため沿岸国チリのアタカマ砂漠を生じさせた。また、ガラパゴス諸島が赤道直下であるにもかかわらず、過ごしやすいのはこの海流に近する。プランクトンが豊富で、アンチョビの漁獲が多い。別名、フンボルト海流。幅は比較的広いが、流速が小さいので流量は毎秒1000から1500万トンに過ぎない。この海流域は、北、太平洋のカリフォルニア海流域に類似し、南極海に橋を発する環流である上に、下層水の湧昇があるために、チリ、ペルー沿岸域の表面水温は、同緯度の海水温よりも7〜8度も冷たい。湧昇は南よりの卓越風によって沿岸域で顕著であるが、200メートル内以外の比較的浅い層に限られている。沖合流の北限は平均的には赤道のやや南にあって、ここから南赤道海流につながっているが、岸よりの流れの北限は季節や年度によってかなり変動する。北半球の夏には赤道を越えて、赤道反流と接触するが、冬はあまり北上せず、赤道反流経水がエクアドル近海まで南下することが多い。南下が著しい時には、ペルーの海外乾燥地帯に異常な降雨が起こり、洪水になることがある。また沿岸部に温水が押し寄せ海峡が一変するため、プランクトンや魚類が大量に死に、海浜はその残骸によって覆われ、海水中には硫化水素が発生する。このため水色が変わり、船舶のペイントが黒くなる、カヤオペインターという現象が起こる。またペルー、チリ沖の中層に南向きの反流が岸から 200km 以内の範囲に存在する。その中心の深さは赤道付近で 100m 以下、南緯35度では 300m と南ほど深い。この反流は北上するペルー海流より南緯25度以北では低塩分、以南では高塩分である。したがって表層水の塩分に及ぼす湧昇の影響はペルー沖合とチリ沖合とでは逆になる。ありがとうございます。